こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。妊婦さんへのメッセージアモ、今日は妊娠15週1日赤ちゃんからママへ。お腹の中で僕は自分の体に触ったり、へそのを握ったり引っ張ってみたりして遊んで過ごしてる。指先がツルツルだったらへそのを上手につかむことができないから、だから指紋は早めに作るんだ。自分の体にも触れて、こんな形、こんな柔らかさなんだなって毎日学習。脳に刺激を送って僕はどんどん成長していくよ。助産師久子からママへ。赤ちゃんは座高 8.5 センチ、体重は 125g ぐらいになりました。体の細かい部分が作られ始め、透明に透けていた皮膚が少しずつ厚くなり、すでに指先には指紋さえできてきています。指紋は指と指の間に摩擦を起こして、物をつかみやすくするための滑り止めの目的があって作られます。また指紋の線には実は神経がたくさん集中しているんですよ。物を触るとすぐに認識できるように、指の触感を敏感にするセンサーみたいな役割があるんです。指紋って犯罪現場において犯人を特定するためにあるわけではないんですね。